私が直接修羅場ではないけど、小学生の時のこと。小学2年生の時、同じクラスに A 君がいた。A 君は、両親が離婚後、父親が再婚し、新しい母親と妹と4人で団地に暮らしていた。妹は、父親と新しい母親との間にできた子で、とても可愛がられてたが、A 君はいつもほったらかしにされていた。新母が夜の仕事なので朝ごはんは食べさせてもらえず、いつも薄汚れた服を洗い手学校に来ていた。よく近所で噂になっていたが、A 君が3歳の時に団地に引っ越してきてから、夜は道路で寝ていたそう。お腹が空くと、団地を回り、他人の家の前に残されたラーメンの残り汁を飲んでいたそう。そんな生活をさせられて、愛情を受けずに育ってしまった彼は、学校では超問題児。ホースを水道につなぎ、教室を水浸しにする。授業中に机を投げたり、クラスの男子にちょっかいを出し大暴れ。私を含め、当時、そんな家庭の事情なんて知らなかった生徒たちは、A 君が近寄るのも怖く避けていた。授業中断なんて当たり前で、担任だけでは止められずに、よく、教頭が止めに来ていた。4年生になったある日、家庭科で縫い物をしていた時に、A 君が、いつものように暴れ回り先生に抑えられていた。すると、A 君は、一瞬の隙をつき、なんと針を飲んでしまった。クラス中大騒ぎになり、担任が K 先生呼んできて、と近くの生徒に言い、気がつくと救急車の音が聞こえて A 君が運ばれていった。クラス中修羅場だったが、 A 君は次の日何事もなかったように学校に来た。最近 A 君を見かけたという友達の話を聞いたので思い出して書き子。30も過ぎたがものすごいヤンキー感だったそう。新しい母親のこととかラーメンの汁の話は成人してから偶然担任に会って聞いたんだけど、聞いて涙出た。あの当時、何なのこいつ学校送るなと思ってた自分が腹立たしいというか、悲しいというか、何とも言えない気持ちになった。当時先生たちは事情を知っていたから、悪いことは悪いと教えていたけど怒れなかったそう。夜ご飯も与えられない日が多かったようで、給食で残ったご飯をおにぎりにして A 君に持たせていた。 A 君だけでなく、おにぎり食べる人をと、給食後先生は声をかけて自然に A 君に渡せるように配慮していたそう。親に寝床もご飯も与えてもらえず、不安で怖くてどうしようもなかったんだろうと思う。